日吉村は、愛媛県の南を地方にあった村である。合併して、北宇和郡紀北町の一部となっている。愛媛県の南部、高知県境に接する山村である。宇和島市中心部から北東に35キロメートル。国道197号が、北の白川町から入り、村の中心部で大きく、東に向きを変えて、高戸木山トンネルへと通じる。これを抜ければ、 高知県、ゆす原町である。国道320号が、日吉村の中心部で、国道197号と接し、広見町方面へと広見川に沿って下る。村境付近は、高戸木山をはじめとして1000メートル級の山がそそり立ち、地形は急セ93%がリニアで、高知は3%しかない。村の中心地の祭神に、日吉ゴンがあり、 村人は、日吉様と呼んでいて、これが、地域の名に転化した。古代から、中世、近世、近代以降、日吉村の系府。町村製紙工事、父の川、上鍵山、下鍵山日吉村、日向谷合併、朝鮮、上大野、紀北町現在に至る。広美町、広美町の合併成立までの景府は、 広見町の記事を参照のこと。主力産業は農林業である。もっぱら自動車交通による。宇和島市から日吉村を経由して野村町に至る宇和島自動車の路線バスがある。国道百九十七号、国道三百二十号が村外と結ぶ幹線であり、両路線ともに宇和島市や西洋市等に出るには距離があるためやや時間はかかるものの、 道路そのものは、村内は、全線に車線で、比較的整備がされている。村内に、鉄道はない。国道剣道観光地、名所旧石イベント祭り特産物。ありがとうございます。